花園橋花園橋は、埼玉県大里郡寄居町赤浜と深谷市荒川の間にかかり、荒川を渡る埼玉県道296号菅谷より線の道路橋である、花園大橋とも呼ばれる。川口から 89.8km の地点にかかる、総延長 879.80m、 福音9.75メートル、最大島町63.2メートルの橋で、都下部は、橋町568.8メートルで9景観の PC 連続箱桁橋。陸上部は311.0メートルで10景観の後半桁橋である。歩道は上流側のみに設置されている。橋の両側は、下手段球になっていて、右岸側と左岸側の段球面を直接結んでいる。 また、河川区域外を渡る区間が長く、右岸側の陸上部はより標高差の大きい段球面に接続する必要があることから9%の縦断勾配のある S の地上の構成の曲線橋になっていて、途中に赤浜下高地と呼ばれる荒川沿いの広めの低平地に降りるための橋が分岐し、地元住民の交通の便利を図っている。花園橋を北に進むと、 国道1 4 5号バイパスに、さらに進むと、国道1 4 5号に至る。コミュニティバスも含め、橋を通る公共交通機関は存在しないが、橋の北詰付近にデマンドバスである、深谷市、コミュニティバス、花園西巡環の花園京北停留所がある。渋滞が頻発する橋でその対策として、埼玉県が事業主体となり、 現在橋の南北にある交差点の整備事業を行っている。橋は1988年仮設された現行の永久橋より以前は冠水橋だったため、幾度となく補修や改修が行われた。花園橋が開通する以前は赤浜の渡しと呼ばれる鎌倉街道に属する都線4層を有する施設の土線で対岸を結んでいた。場所は 橋のやや上流側に位置していたが1815年頃は橋の下流側にある川越岩付近に土線場が存在していた。開設当初は土橋を架けた時期もあったようだが、夏季に流出するので川船役所に申し立てて許可を受けた上で1815年頃より通年土線を運行することとなった。この土線場は1947年の花園橋の開通により廃止された。 橋は、橋長185.8メートルで、福音3.6メートルの冠水橋である。1960年3月に、公費557万7千円を投じ、木造下駄の冠水橋として掛け替えられた。橋長185.8メートル、福音3.6メートル。現在の橋のすぐ上流側に仮設されていた。車幅制限は2.0メートルで、 重量制限は3.0トンでその旨を示す標識が設置されていた。道幅が狭いことから片側交互通行であった。この橋は荒川橋とも呼ばれていた。この関水橋は永久橋の開通に伴い撤去された。関水橋の遺構や痕跡は残されていないが、北側の取付道路が原橋の速道として現存している。 1980年に花園インターチェンジが開通することが決まり、今後交通需要が高まることが予想されることから1979年8月、花園町長を会長として、周辺自治体による新橋建設促進規制同盟会を結成して、県に陳情を重ねるなどをして、橋の早期建設を求めた。実際に花園インターチェンジの開通後は、 橋の交通量が増加したため、県は地域交通の円滑化に対処するため、1981年度に事業化され、88埼玉博覧会の開催に間に合わせるべく、埼玉県が事業主体となり、総工費26億5700万円を投じて永久強化の事業に着手した。橋の建設は、経済性た、指向性のほか、 周囲との地形や景観との調和が考慮され、それまでの橋のすぐ下流側の位置に、埼玉県としては、玉井淀道橋についでに例名。また、橋の建設に伴い、右岸側に取付道路が新設され、さらにこの取付道路を延長する形で、一般町道として、国道254号に至る道路が整備された。これが、現在の花園橋である。 1988年2月17日10時より、橋の開通式が挙行され、畑県知事、国、県会議員、建設省関係者及び花園町長、よりい町長など関係者、約150名が出席した。開通式は、畑知事らが祝辞を述べた後、ミス埼玉博の挨拶が行われ、次に畑知事らによるテープカットが取り行われた。そして、 県警音楽隊を先導に三大家族による渡り染めが行われた。開通当時は、よりい町と花園町を結ぶ橋であったが、2006年1月1日の市町村合併により花園町は深谷市となった。右岸側は工業団地、左岸側はバイパス周辺にロードサイド店舗が存在している。付近の荒川には青岩歴岸があり、 埼玉県の指定天然記念物に指定されている。この辺りの荒川の河川時期は狭く、河原の堆積物は、砂礫が中心である。なお、この橋を境に、河川の管轄が変わり、上流側は、埼玉県が、下流側は、国土交通省荒川上流河川事務所が荒川を管理している。ありがとうございます。